カゴじゃ。 落ち着け。 あんたまともな人かい？ あ、よかったよ。 あんたはまともなお人だよ。 あんた何か聞きたいことがあるのかい？
ただすまねえが、俺はこのままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なくみんな池や川の水をすするんだけどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな、まったく忌々しい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。都人ってなんだろうな。そうかい、行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。
どうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずとも、せめて知りたい。なれど、頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、ご人、サクザ様は、いずこですか？知らぬ。あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか？
よう旦那、また明け。じゃあな、旦那。お前さん、何か言おうか。ではな、また。ようやく行ける。追い腹を切れなんだ無念。ようやく。覚悟は変わらぬか。ああ。そこもとに切られたいのだ。承知。さあ、やれい。狼殿、いただきましょう。おいしい。くすしをしているとこうして飲む以外にもお酒を使う。
使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃から薬師の手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした？いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ？なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのような物言い。何だと？いいえ、何でもございません。ではまた。戦況に至るための功集めも進んできたな、狼よ。引き続き頼むぞ。行くか、狼よ。はっ。死なぬ者を斬る刀がお主よく見定めてから抜くことじゃ。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤炉。たまらぬ。この流線をわしが手に入れると、嗅ぎつけた馬鹿者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。馬鹿者ども。酒飲みながら十文字槍を手放さぬ馬鹿者に、人の酒を現実でかすめ取る馬鹿者。杯片手に作りかけの義手をいじっておるバカ者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もまたバカ者じゃったわ。わしが日のいつだ見え。ではな、また。
巫女の忍びよ、ようこそおいでくだ。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。さあ、お手を。お。北条を。かたじけない。お米は大事。また、いただきにいらしてください。さようなら、あなたの行く末。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですが、ほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどは梅雨ほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼本気に取らないでください。ほんのざれ言です。ではまた。死者たち、
ふりをするのですか。Oh.